フォーセデイは、クモ目モクに属する分類群の一つ。地上を走り回る、徘徊性の黒っぽい種がほとんどを占める。非常に多くの種がある。完成域、煮詰め性、徘徊性で網を張らない雲の群である。他の雲の群と区別できる、はっきりした特徴として、糸イ,イボの形態がある。この類では、前の体と後ろの体が、円筒型で長く、 前の体は互いに大きく離れている。例外は、ツヤグモ属で、イトイボは短い円筒型で、前の体は互いに接近している。他にも下顎の中央がくぼみ、先端に毛束があるとか、メスのフレシに爪を持つといった、いくつかの共通する特徴がある。しかし、いずれの特徴も、外見的にすぐに見て取れるものではない。見かけでは全体に前後にやや細長く、 楕円形の頭胸部と腹部にしっかりしたふわしを持った刺して目立った特徴のない雲である。目の配列は前後2列4眼ずつの8眼で、これも標準から大きく離れない。ふわしの向きは前2体が前、後ろ2体が後ろを向く、いわゆる前後性である。体長は2ミリメートルのものから15ミリメートルのものまであるが、日本産のものは ほとんどが1センチメートル前後の大きさ。体色はほとんどが黒から黒褐色で白っぽい反紋を持つものもある。むしろ地上を低い姿勢で走り回る黒っぽい雲は大抵この都がのものである。ハーピラスイクリージーアスタカスの糸ハイ徘徊性でほとんどが地上性で地面などを歩き回るものである。ほとんどは地表性で一部が植物上に見られるのみ。 歩き回るだけのものが多いが、トンネル状の背を作る例も知られる。徘徊性のクモには、ハエトリグモなどのように目が発達して視覚によって獲物を探すものもあるが、この類では、目はさほど発達しておらず、触覚に頼って獲物を狙うと考えられる。テオノグモ族のマユミテオノグモでは、アリに巧妙に接近し、これを捕食することが観察されている。 しかしこのクモの外見はありに似ておらず、擬態ではない。産卵時には乱納を糸で作った膜で、基板状につけた小部屋に収め、メスがそれを守る例も知られる。全く知られていない。全世界に分布し、百獣族二千種が記録されている。これは、ハエトリグモか、サラグモかより少ないが、クモ類のトガとしては、規模の大きいものである。 日本からは19族58種が知られているが、未だ不明なもの、未記録のものも多いとのこと。例えば死有の関係が不明で、別種の有史を同種と見ていた例がある。これは、増毛性の雲の場合は同じ網に一緒にいるのを、採集すれば、同種と判断できるが、徘徊性のものではそういう確認が難しいこと、特にこの群のように地上の落ち葉の下などにいて、 行動を観察するのが難しい場合、同一地域で採集されたことだけを根拠に死を組み合わせている場合があり、混乱の原因になったという、以下に日本産の種の一部を示す。それ以外のものについては、わしぐもかの属種の一覧を参照されたい。カムラ、P42 フェリックスプ、168カムラ、P43 から44、ありがとうございます。